いい感じに上がってくる。上がって今ちょっと下がりだしてる。ああ。それでも、売れたら売りたいよ。でもさ、昨日の時点で1700やったけど、そう。一時期1730までいったよね。いった。1730までいったら、またちょっと下がり始めてるけど、うん。一応目標値は1732やろ。まあ、約1万円。1万円そう。やろ。頑張れって思う。いやさ、ただこういう取引やとさ、なんで今上がったのかとかはよくわからんねえで、俺。詳しくわからなかったら理解絶対わからない。要は、長期で見とればさ、その会社の業績が上がれば、長期的にそでういうこ上とがっね。ていくやん、株価も。うん。いや、で、上がったり下がったりしながらも、結局は上がるっていうのはわかるんやけどさ、この、じゃ常今、にね。そうそう、常にじゃあなんで今これがこんなに上がったのかとか、わあ。1728、もうすぐやん。もうすぐね。その理由がわからなかったら、なんか、そうやたとね。え今回もし、目標値達成して勝ったっていうか、利益出たとしても、次回につなげれんくないっていう。確かに。そうやね。いや、で、この動きがなんか関係あるのか、っていう感じでね、難しいよね。しかもさ、停滞するときだってあるやん。そ全れは然ある。動かんときだってあるやん。とりあえず上がったり下がったりする理由を教えてほしいよね。ねえ。だから分からん、これ、マジ短期。でも、めっちゃいい普感じや、通に今。上がっとるやんか。めっちゃいい感じや。ねやえ。ばあ、い。もうちょいやん。いやばい。あかん。来るよ。もうすぐやるよ。やー、でも、これさ、怖くない？あ、来たね。来てるけど、ここまで上がるとさ、なんか、もっと上がりそうな気しん。わかる。で、いやで、せん、1732にしとったけど、ちょっと欲が出てしまうよね。でも、この中流れから言って、ちょっと早よ。どう早なこるいや。これでも予約もありやけどさ、でも、やったらすぐパッて買わなかったよね。もう。まあだから予約したとしても、1732で予約しても、1732で買いたいって人がいなかったら売れへんよ。あ、そっかそっかそっか。いやー、ちょっと、あかん、ちょっと停滞長すぎ。ちょっと長いね。この時怖いな。あんまね、このエニッシュ、売買そんなにされてないっぽいよ。あ、そうなの？それどう見てもわかるわけ？どう見てっていうか、出来高っていうやつがあるんで、何それ？その株の売買がどれだけされとるかみたいな。それがあんまり高くない。あ、そうなんや。こんなに上下激しいのに？まあ、上下は、なんていうの。関係ないよ、そのどん売な買株でと。もされるよ。あ、そうなの。てか、長すぎ？長い、ちょっとあれやな。結局下がったね。でもこの前の。まあそんなもんね。わからんよね。とりあえず昼はもう始まったで、今ちょうど。あ、ちょっと上がったやん、また。あなたね、すごいすごい。こんなんなんやな。こんなんずーっと見とることないじゃん、まず。株のずっ動きと見を。とるのは無理やね。いやで、でもね、ほんとね、行ったらちょっと、リコ売る気やよ。何を今日、もう、まあ売るのはいいけど、どんだけ利益取って売るかやね。さっきの一応目標値達成し1300、あ、てる。1732。1732。まあでもさっきみたいにさ、1731まで行ったよ、午前中。その時は、上がり続けとる時ってなんかもっと上がるような気がして売れへんやん。そうね。でもいざこうやって下がってくるとさ、あの時よりも良かったってなるそうやろ。そうそう。しかももうなんなら1725円ぐらいでも売ってもいいわってい いなわるってなってもいいよね。わかるわかる。難しいもん。難しい。でも本当そうにか、で効も果ない短気期がトしレーてドない。面白いな。短期トレードも面白いかもしれ面白い。リガーね、絶対こっちの方がいい。ない。
理が向いてる気がするこっちに。嘘。うん。長いとさ、長い目で見るさ、落ちてもまあいいかってなるかもしれんけど、落ちたら落ちたらショックや。いやで多分ね、うん、うまい人ね、うん、あのいくらになったら売るって決めるんじゃなくて、あ、状況判断、状況判断でもう今売った方がいいってなる時あるじゃん、うん、いやで今俺らこうやってずっと見とる時間ってめっちゃもったいないじゃん。わかるわかる。いやでもちょっと上がったら利益とりあえず確定して別の株でまた上がりそうなやつ探した方がさ、あ、効率いいんじゃない、うん、だって一日中やっとるやろそういう人だって。あ、こんな一日中画面見とるだけなんて意味あらへんでね。そうですね、画面を見とるっていうのがね。でもなんかまたちょっと頑張ってきとるやんね。うん、なんなの、なんかもうちょっとこういうのあると面白いね。下がる一方でちょっとちゃんと上がってきてくれるっていうのは、まあ上がったり下がったりのくらい。こっからね、こっからよ。うん、流れ的にこれもなんかグッてきそうやけどな。おっ、起きたね。頑張れ。ちょっともう入札時には予約しとこうか。そうやね、そうしよう、そうしよう。で、300やね。で、OK、 1732、うん、で、確認して、して暗証番号入れて、うん、執行。執行。オッケー。で、これで、あの、まだ売れてないんだよね。1732円で買うっていうやつが出てきたら。うん、ああ、そういうことね。うん。で、今これ見るとさ、うん、ああ、1732、1300株あるな。うん。ああ、どうなんやろ。お願い。まあ、わからんな。なんとも言えんね。なんとも言えん。ここからちょっと理が分からん世界で。いや俺も分からんよ。いまいちこのこれ板っていうらしいんだけどさ。あ、そうなの。いまいち見方っていうか、これ見て何を思えばいいのかな。でもなんか雰囲気的に上がりそうな気がするけどね。うん、ちょっと何、また合格になってきてるやんか。ん、また合格になってきてるやん。すごいね、さっきもこの状態が続くって、今もこの状態が続くって。どうやろうなぁ。この1731の壁でかいから。確かに、ずっとさっきもそうやん。てっぺんやもんな、今のところこれが、うん、そう。もう一踏ん張りやて。とりあえず次、上がって株を買う人が来たらってこと。株価が1332になったとしても、うん、あの1300株売りたい、売り入っとるやん。あ、うん、で俺らが多分一番最後の300円で、あ、これ優先、その売りたいって言った順なんで売られていくのが。あ、いやでもまあ1300株以上、うん、あ、買いが入れば売れる。うん、でもね、下がってたのまたこれ繰り返すのか、この波を。で、うん、ちょっと、はよ。まあ、どうやろうな。わからんね。わからん。この、ちょっとめっちゃドキドキしてる。どうしよう。いや、でも、わからんよ。また下がる可能性も全然あるね。まあ。でもなんかさっきの見とる感じ上がりそうな気がするね。上がりそうな気がするよ。うん。もうちょっとこの見方はちょっと勉強しなあかんね。あとね。見方はね、なんとなく分からないけど、あ、そうなの？これを見て何を感じればいいのかが分からない。ああ、そういうこと？うん。お、上がった。勢いでいけ。お願い。でも1723、なんか下がるときはガクって下がりそうな感じなんじゃないか、もしかして。え、それ今どこ見てる、ぶっちゃけ。いた、青い枠の中。ああ、いやー、ちょっと、うん、
勝負やぞ。でもこれ本当上がりそうやけどな。うん、お、来た。来た。あ、1735やろ。あ、もう絶対売れたわ。売れた？いや、売れたはず。売れた？来た？うん。リカの初の株売買、成立した売買っていうの分からんけど。いや、成立した。ちょっと待ってね。うん。あの、見れるページがあるで。あ、そうなんや。うん。成立した？来たね。売れたね。ってことは、うん、いくらや？ああ。約定やろ、もう成立しとるで。オッケー。いくらや？9600円。9600円の利益で、うん、そこから楽天手数料。あ、そうか、それ忘れとった。うん、売るときと買うとき両方払わなあかんで、うん、600円くらいやったよね、確か1回657円。ああ、いやでも、まあ、1200円くらい引いて8000ちょいか、8500円くらいか。ああ、いや、そういうの考えたらもうちょっとあれか、高いところで我慢した方がよかったよね。いやいやいや、わからないよ、うん、ここからまた上がるかもしれんし下がるかもしれんけど、とりあえず利益は出たんでいいや。いいね。こんなん銀行に預け取ってみ。利息なんてもう数円やん、50万やったら、ね、うんうん、それ考えたら全然いいよ。え、すごいやん。面白くない？いや、面白いて。すごい、もう利が1日で8000円儲けたげん。ごめんね、まだギャンブルの気持ちだよ。まあいや、でもこれで楽しいと思ったらまた。いや、楽しい、楽しい。理科は短期のまま覚えちゃうけど、でもこれは今回の良い結果だからであって、うん、そのまあね、だから今回なんで上がったのか、その理由がわからんで、意味、あの、次には繋がらんけど、繋がらん、もうこれ、まあ、とりあえず楽しいっていうことは思ったやろ。いや、全然楽しい、うん、いや、早く次の株買わなきゃって思っとる今。いや、こういうのずっと見とったらもしかしたらさ、その、うん、なんか分かってくるかもしれない、いろいろ、ね、コツというか。ああ、うん、何だっけ、その線のグラフのこと、何だっけ、ローソク足。あ、そうそう、ローソク足読めるようになりたいね。うーん、そうやね、短期で行くならこういうの知っといた方がいいかもしれない。ね、あ、まあ下がったわ、いい時に言ったんじゃない。オッケー。マジないさ、いいやろ、あの、まあ、もうどうでもいいんやけど、うん、株持ってないで、うん、どうでもいいけど、うん、一旦売ったらもう、ああ、それ一旦売ったら下がってほしいと思う。わかる。その方が嬉しいやん。そうやね、わかるわかる。その時上がってまったらマジショックしかないね。そうそうそう、まあ、どっちでもいいやけど。でもさ、行ったらこの株をまた買うのもありよね。あ、全然あるよ。一旦また下がった時に買い直しても全然いやね、あるんだよね。うん、いやー、いや、よかったよ。よかった。とりあえず幸先いいんじゃない。幸先いい。とりあえずこんだけの利益出たってことね。